アダム・グレゴリー・プルトコは、アメリカ合衆国カリフォルニア州、サンバーナーディーの軍アップランド出身のプロ野球選手、ウトウミギウ MLB のボルチモア・オリオールズ参加所属。2010年の MLB ドラフト6巡目で、ヒューストン・アストロズから指名されたが、この時は契約せずに、カリフォルニア大学ロサンゼルス校へ進学した。2013年の MLB ドラフト11巡目で、 クリーブランド・インディアンスから指名され、プロ入り。2014年、参加の A 級、レイク・カウンティ・キャプテンズで、プロデビュー。A 級カロライナ・マド・キャッツでもプレイし、2球団合計で28試合に先発登板して7勝10敗、防御率4.03、144奪三振を記録した。2015年は、A 級・リンチバーグ・ヒル・キャッツと a 級、アクン・バーダックスでプレイし、 二球団合計で27試合に先発登板して13勝7敗、防御率2.39、137奪三振を記録した。2016年、マイナーでは、AA 級、アクロンとトリプル A 級、コロンバスクリッパーズでプレーし、二球団合計で28試合に先発登板して9勝8敗、防御率3.73、130奪三振を記録した。九月二十日に、 メジャー契約を結んでアクティブロースター入りすると24日のシカゴホワイトソックス戦でメジャーデビュー。この年メジャーでは2試合に登板した。2017年はメジャーでの登板はなかった。マイナーではトリプル A 級コロンバスでプレーし24試合に登板して7勝12敗、防御率5.90、103奪三振を記録した。 2018年は2年ぶりにメジャーに復帰し、17試合に登板して4勝5敗1セーブ、防御率5.28、60奪三振を記録した。2021年3月27日に金銭とのトレードでボルチモアオリオールズへ移籍した。8月15日にディフェとなり、18日にマイナー契約で参加のトリプル a 級のオホークタイズへ配属された。 フォーシームを主体としており、変化球では、チェンジアップ、スライダー、カーブを投げる。ありがとうございます。